下腹が気になる人は一緒に30秒ヒップリフトの状態で腸を揉んでいきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ヒップリフトの体勢で腸を揉むことで下腹が簡単にへこみます。よく立ったままで腸をね、押さえて揉んだりするってやり方もあるんですけども、実は立ったままでやるとお腹に少し力がどうしても入ってしまうため、あんまり揉んでもね、しっかり揉みほぐれません。じゃあなんで腸を揉むのかっていうと、腸っていうのは意外とガスが溜まってしまってます。もしくは便が溜まっている、尿が溜まっている、そういった場合で下腹が出ている原因も多々あります。そこで今回ヒップリフトの状態で腸を揉むんですけども、30秒間揉んだ後にですね、トイレに行きたくなる場合がありますので、そこはちょっとね、やる場所を考えて注意してやってください。で、今回はできればクッションまたは枕、もしくは空いたポールなどがあるとより効果的に行えます。もしない方はないパターンも紹介しますので、まずやり方を先に紹介していきます。まず枕、クッション、ポールがある方は寝た状態でちょっとお尻をね、ここに乗せます。それで足を上げます。この状態で恥骨の方からおへそに向けて揉んでいきます。いろんな方向で揉んでいきます。もしない方は寝っ転がったまま足を上げちゃうと腹筋に少し力が入ってしまうので、あんまり揉む効果が出ません。ですので片足ついてお尻を上げて揉みます。反対も一緒です。足で踏ん張ってお尻を少し浮かせて、恥骨からおへそに向けて揉みほぐしていきます。ガスが溜まっている方や便が溜まっている方、もしくはいつもおトイレをね、我慢しやすい、おしっこ我慢しちゃうっていう方はちょっと抑えると痛い場合がありますので、まあ、優しくね、こう揉みほぐしてください。恥骨の方からおへそに向けてゆっくり手前に押す感じで揉みほぐしていきましょう。これを30秒間一緒に頑張っていきましょう。もしね、この効果実感分かりたいよって方は、立った状態でまずお腹の出具合をね、チェックしてください。そして30秒間揉んだ後にもう一度ね、お腹を触ってみて、出具合、柔らかさ、骨盤の角度、そういったのをね、ビフォーアフターチェックしてみてもらえたらと思います。では一緒にね、揉んでいきましょう。はい、それでは足をまっすぐ上に上げて、お腹を引っ込めながら揉んでいきましょう。30秒間いきます。スタート。ゆっくりゆっくり、痛かったら軽くですね、手前に引き寄せる感じで、おへその下にあるものを上に持ち上げていきましょう。ちょっと痛いですね。これはトイレの我慢しすぎかな。ついついね、夜とかね、トイレ我慢しちゃうんですよね、寝てる時とかね。はい、OK。お疲れでした。どうですか、おへその下の方が楽になってますか？どうですか？今はね、30秒しかしませんでしたけども、これは別に辛いことじゃないので、全然ね、1分2分やってみてください。そうすることでしっかりね、おへその下の方が柔らかくなって、便秘な人は便秘改善、トイレ我慢しやすい人はおしっこがよく出たり、足を上げることによって腰が丸くなりますから、腰のストレッチができて反り腰の改善、そういった効果もありますんで、まあ、ぜひね、何度も何度もこう毎日でもやってもらえたらと思います。ということで、今回は下腹ぽっこり解消できる腸もみヒップリフトでした。やってみた方、よかった方、すっきりした方、コメントよかったらください。グッドボタンもよろしくお願いします。最近は SNS もインスタや TikTok などを行っております。 TikTok の方はまた全然ね、違ったタートルの顔が見れますんで、よかったらね、遊びに行って笑ってもらえたらと思います。今回もご視聴ありがとうございました。